最高だ。キャッツテールの酒は実に。ああ、旅人か。どうした？もしかしてキャッツテールを知らないのか？まあその感じじゃ聞いたことも言ったこともなさそうだな。お前それは人生損してるよ。キャッツテールには面白いドリンクがたくさんあってな、きっと旅人が飲んだことないものばかりだと思うぞ。しかも店名の通り、可愛い猫たちが店内にいるんだ。可愛い猫に囲まれながら美味しいドリンクを飲めば、あっという間に時間が過ぎていく。未成年に見えるけど。あ、でも大丈夫か。あのディオナっていう子はモンドで最高のバーテンダーだからな。ノンアルコールのドリンクくらいパパッと作ってくれるさ。それにあの子もすごく可愛くてな、まるで子猫みたいで。ディオナには内緒にしてくれよ。とにかくキャッツテールはすぐそこだ。気になるなら行ってみるといい。俺はその辺で酔いを覚ましてくる。今の俺には5次会は無理だ。お酒の材料がもう切れちゃった。まったく、大人たちはなんでこうもお酒を飲みたがるの？それはもちろん、ディオナちゃんの作ったお酒が美味しいからよ。はあ、大人が持つべき自制心は一体どこに忘れてきたんだか。ディオナちゃんのスペシャルドリンクを前にしたら、その自制心がなくなるのも無理ないわ。何それ、ただお酒が飲みたいだけの節操なしじゃない、酔っ払いどもめ。誰が猫だにゃ。あ、もしかしてあなたカッツェルインの人間を見るのは初めてなの？あら、お嬢さん、キャッツテールへようこそ。飲みに来たの？あら、それはタイミングが悪いわね。ちょうど今お酒の材料を切らしちゃったの。それに、それにお酒を飲んでいい年じゃないでしょ。未成年なのにお酒を飲もうとする人はみんなそう言うけど、まさかそこのおじさんたちの若かった頃みたいに酒は大人のロマンだ的な妄想だけで飲みたいだなんて思ってないよね。お酒の何が美味しいの？みんなして夢中になっちゃって。はいはい、ディオナちゃん、この人は時間を作ってお店まで来てくれたんだから、なるべく要求には応えてあげないと。それにこれは店長命令よ、ディオナちゃん。わかった、ドリンクを一つ作ってあげればいいんでしょ。それじゃあなたのようにお酒に幻想を抱いているやつには私の特製ドリンクで目覚めさせてあげる。そうすればあなたも酔っ払って醜態を晒すような大人にはならないはず。けど今お店にはドリンクのベースも材料もほとんど残ってないの。いや、わざわざ来てくれたお客さんだし、私も頑張って特別なものを揃えないと。でもベースと材料両方とも特別なものを揃えるには時間が足りないかも。あなたはベースと材料どっちを特別にしてほしい？特別なベースね。どうやらもうすでに飲んだくれの素質を秘めてるみたい。でも私の作る一杯で目覚めさせてあげる。よし、じゃあまずはダダウパの谷へ行こう。特別なベースはそこで手に入るから。Thank you.
もう少しでダダウパの谷に着くよ。特別なベースもそこで見つかるはずだから。この前お店に飲みに来た冒険者から聞いたんだ。ダダウパの谷の奥深くにヒルチャールの集落があって、そこの鍋に飲み物が入ってるって。多分それはヒルチャールシャーマンがあらゆる材料を使って煎じた薬草スープ。冒険者の話によると、ヒルチャールたちの活力をみなぎらせる効果があるらしいの。あとその冒険者はこんな話もしてたんだ。匂いを嗅いだだけで、あれが匂いと呼べるのかすらも判断できなかった。100頭のイノシシに鼻を踏まれたかのような衝撃で、一瞬で全ての感覚が吹っ飛んじまったってね。まったく、感覚が吹っ飛んだとか言ってたくせに、お酒は飲みに来るんだから。リューナちゃんのお酒は美味しいから飲めば鼻もすぐに治るとか言っちゃってさ。大げさなこと言って、本当はただお酒が飲みたいだけなんだから、救いようのない酔っ払いさんだよ。でもヒルチャールの飲み物でベースを作るのはいいアイディアだと思ったんだ。ダメダメ、スペシャルなのに普通の材料じゃ意味ないでしょ。特別な材料じゃないと。それに今回の材料は初めて扱うから、リオナの新メニューになるよ。楽しみにしてて。場所は冒険者のおじさんにマークしてもらったから、そこに行って探そう。もっと奥の方に行こう。ここはダダウパの外周、目的の場所まであと少し。ヒルチャールシャーマンの薬草スープのことはパパにも言ったことあるんだ。そしたら見つけたら取ってきてやるってパパが約束してくれたんだけど、でもきっとまた口先だけだよね。パパお酒を飲んだら自分の名字すら忘れちゃうんだもん。薬草スープのことだって。別にいいんだ、最初から期待してないし。パパに頼らず自分で見つけないとね。誰か来た。あれ、リオナ、リオナちゃんか。あ、あなたは確かよくパパと狩りを。僕だよ、エレンだ。デュラフさんといつも一緒に狩りをしてる。あなたがここにいるってことはパパもこの近くに。パパはもしかして狩りが終わったからってまたお酒をいっぱい飲んでるんでしょう。どこかで寝転がったまま起きなくなって清泉町まで運ばれるのを待ってるんじゃない。それだったらむしろ良かったんだけど。デュラさん一人でダダウパの谷に入ってしまったんだ。最初はデュラさんが先頭を切ってこの辺の狩りをしていたんだ。デュラフさんのおかげもあってさ、獲物をたくさん取ることができた。狩りは順調に終わって、僕たちも一休みしてから帰ろうと思って火を起こして焼肉をね。それと少しだけお酒を飲んだんだ。あ、でも本当に少しだけだよ。ほら大収穫だったからさ、めでたくって。けどお酒を飲んだ後、デュラフさんが谷の最奥にあるヒルチャールの集落に物を取りに行く用事があったとか言い出してさ。それに僕らの手助けも不要だと。自分はカッツェレイン一族の血を引いているからこれくらい余裕だと言って、僕たちは止めようとしたんだけど飛び出していっちゃったんだ。すぐに足の速い狩人を清泉町に戻して救援を呼んでくるよう手配した。それと腕のいい狩人のうち何人かをデュラフさんの探索に行かせたんだけど。ああパパのバカ、お酒なんか飲むからこんなトラブルが起こるんだよ。もう飲まないでって何度も言ってきたのに全然私の言うこと聞いてくれないんだから。それで人のこと振り回していい、私が探しに行く。待って、ディオーナちゃん一人じゃ危険だ。救援が来たら僕たちと一緒に探そう。ふん、大丈夫だよ、私もカッツェレイン一族のもの。それにパパより腕が立つしね。
あとそれより重要なのが、私はお酒を飲まないからミスをしないってこと。君は、ああ、栄養騎士じゃないか。君がそばにいてくれるなら安心だ。それじゃあディオナちゃんのこと頼んだよ。あなたも一緒に行くの？ダダウパの谷は魔物の巣窟だよ。もし発見されたらすぐに包囲されちゃうからね。私は魔物を避けながらこっそりパパを探すけど、あなたはどうする？そう？わかった。でも先に言っとくけど、魔物に見つかっても私を巻き込まないでよね。あ、でもその心配は不要か。どうせ私が隠れている場所がバレるはずないもん。それじゃあ出発しよう。あなたの地図に私の進むルートを書いておくね。このルートに沿って進むようにして。もし見失っても私知らないからね。ここから先は魔物だらけだから気をつけて。全ての魔物に気づかれたら面倒でしょ。別にあなたが心配で言ってるわけじゃないよ。だってあなたが魔物に気づかれたら私まで巻き添えになるから。だから気をつけてよね。雨が降ると全身の毛髪がびしょ濡れになってしまう。もう少し上手に隠れないとすぐに見つかっちゃうよ。難しかったら木の茂みに隠れててもいいよ。魔物に近づきすぎないよう気をつけて道に沿って行って。ついてこれたんだ。なかなかやるじゃない。あのバカパパはきっとこの辺りにいるはず。周りを探してみよう。なんだったか、なんとかスープ。そうだ、薬草だ。バカパパ、やっぱり酔いつぶれてる。おお、ディオンナ、俺の可愛い娘じゃないか。どうしてこんなところにいるんだ。おお、そうだ、あれを探しに来たんだろう。なんとかスープ、ほら見つけたぞ。パパが見つけてやった。この酒壺に入れといた。ほら、なんちゃらスープがいっぱい入ってる。パパ、こんなに酔っ払って一体どんだけ飲んだの。少しだけだ。普段に比べりゃほんの少し。この壺はディオナが持ってけ。俺はこのまま狩りに。
ババはな、さっきの集落ですごくでっかい命あるを見つけたんだ。ん？それはだな、ヒルチャールの集落で見つけたイノシシ、それをイノチャールって言うんだ。分かってないな、これだから素人は。イノチャールだけじゃなくイノチャールもいるぞ。あのイノチャールのデカさ、彼もしばらく食っていけるぞ。ああダメだ、ぐでんぐでんに酔ってる。あなたまで酔っ払ってるの？冗談はやめてよ。バカパパがここまで酔っ払ったらもうまともに歩くのは無理かな。まずは先に酔いを覚まさせないと。酔い覚ましのドリンクを作ろう。でもバカパパのことだから普通の酔い覚ましじゃ効かないよね。もっと強烈な材料が必要に。うん、そうなるとヒルチャールシャーマンの薬草スープが一番ぴったしかも。うん、薬草スープ、それなら持ってるぞ。ほらここに。はあ、完全に酔っ払ってる。私はここでパパの面倒を見るからお願いできる？薬草スープは壺に入れた。持ってけ、俺は命あるを追う。ん、あれ命あるだったか。呪言、律令、燃えよ。ほれ、行くぞ。はぁ、せい。呪言チョック、よいしょ。下がれ、行くぞ。律令、呪言、ボーン、よっ、はははくらえ。いや、そこだ。おかえり、薬草スープは見つかった？大丈夫、他の材料も加えるから。それにこの薬草スープはもともとヒルチャールに活力を与えるもの。バカパパにもきっと効果あるよ。あ、でも私が作るとまた美味しくなっちゃうよね。よし、ここはあなたに任せる。バカパパの酔いを覚ますにはインパクトのある味に仕上げるといいよ。私が隣で教えてあげるから作ってみて。酔い覚ましのドリンクを作る方法は簡単。材料を全部混ぜればいいの。味が衝撃的であればあるほど
効果も増していくからね。早く作ってバカパパの目を覚まそう。薬草スープ、全部使ったんだ。うん、これで大丈夫なはず。離れて、鼻が効かなくなりそう。早くパパに飲ませて。いや、これなら匂いを嗅がせるだけでもいいと思う。イヌチャールはどこだ。イヌチャール、なんだ。おお、これは酒か。よし、これを飲んだら命あるを追うぞ。なんだこれは。なんなんだ。どっか持って行ってくれ。頭がクラクラする。どう、酔いは覚めた？ディオナ、なぜここに。あれ、俺は何をしてたんだ。全然思い出せない。さっきの匂いのせいで頭がこんがらがる。パパはここで酔いつぶれてたんだよ。ほら、酔いが覚めたんなら戻ろう。エレンたちが待ってるから。あのドリンクは持っていかなくてもいいか。あの匂いもう嗅ぎたくにゃいし。それにあれじゃお酒の材料に使えそうにないから。でもヒルチャールシャーマンの薬草スープがまずいお酒の材料になることだけは分かった。それが知れただけでも十分だよね。エレン、カリ、そうだ、ここへは狩りをしに来たんだ。いや違う、ここのどこに獲物がいるってんだ。パパはイヌチャールとイヌチャールを狩りに来たの。ん、なんだそれは。イヌチャールとイヌチャール。自分で言ってたんじゃない。それもすごく自慢げにね。そうか、また酔っ払ってたんだな。何も覚えてない。私はもうそんなの慣れっこだよ。それよりも早くエレンのところに戻ろう。あまり待たせたら悪いでしょ。ディオナ、怒ってるか。怒ってないよ。次からもっと控えめにするよ。記憶が飛ぶまで飲むとは情けない。エレンたちと狩りをした後、焼肉をしながら酒を飲み始めたところまでは覚えてるんだが、その次の記憶は旅人にあれを嗅がされたところだ。他には。他は覚えてないな。多分重要なことは何もなかったような。ふっ、おい、ディオナ、そうだ、何かヒントをくれ。そうすれば思い出せるかもしれない。もういいにゃ、特に何もなかったの。早くエレンのところに戻ろディオナちゃん、栄誉騎士にデュラフさんも。デュラフさん、どうしたんですか。すごい顔色ですけど。問題ない、酔いが覚めただけだ。一休みすれば治る。エレン、手を貸してくれるか。頼む。あ、はい。ディオナちゃん、旅人、礼を言うよ。デュラフさんは僕が責任を持って清泉町まで送るから安心して。でもこのデュラフさんの状態じゃ
一休みどころじゃダメそうだけど。これがお酒を飲んだものの末路だよ。ちゃんと覚えておいて。絶対お酒に近寄っちゃダメだからね。いい？大人になったら飲むかもしれないでしょ。とにかくお酒を飲んでいいことなんてないからね。お酒は人を惑わして頭を空っぽにする悪しき飲み物。どんなに善良な常識人でも酔うとダメ人間になる。パパみたいなすごい狩人だってお酒を飲むと頭は犬チャール以下になっちゃうんだもん。それにしても酔い覚ましのドリンクを作るために薬草スープを全部使っちゃうなんてね。せっかく取ってきてくれたけど、スペシャルドリンクはまた今度かな。今日はもう遅いし、とりあえず帰ろっか。